はい、というわけで皆様こんにちは、風道でございます。今日もね、安定の巣であるねライコランド埼玉店に来ておりますけども、ちょっとね今日はいつもねお世話になってる美味しいたこ焼き屋さん、まあ、今日はやってないですけどもね、土日メインで営業してます。ぜひねライコランドに来た時は皆様お買い上げよろしくお願いしますということで、ちょっとねここにすごいねいろんなライダーとかねチームのステッカーが貼ってあるわけですよ。ちょっといろいろ紹介して行きましょうね。クラブはやぶさ、かっこいいね。なんかこういうの見てるとさ、みんなねネーミングにセンスがいいなとかさ、ネーミングセンスがいいなとか、結構ねデザインも勉強になりますよね。これも特にかっこいいですね、クラブはやぶささん。はい、あとなんだこれは、フードか、風道か、風道さんのなんかスーパーベロセっていうなんかステッカーもあります。埼玉トイズレーシング、諸抜さん。あと最近ねお知り合いになったねマトラさん、またね孫とマトラチャンネルさん、こちらもよろしくお願いします。はい、エゴイストかっこいいねこれね。エゴイストって氷室さんの1993年のねツアーもエゴイスト、レゴイスト、エゴイスト、はい、どっちか分かりませんが、これはエゴイストさんですね。かっこいいね。こういちセブンスターズさん、タバコみたいダイス、優しく走ろうご近所レーシング、ときめきネイバーズさんなんかネーミングセンスが面白いね。テクノブレイクさん、歌舞伎町旧社会愛好会、はい、あこれ YouTuber さんかな、元ブロガーさんかな、ももひげチャンネルさんね。埼玉二輪鉄馬愛好会、ハーレーかなですね。いろいろありますよ。青じたおじさん、俺たちに終わりはない昭和二輪会、雷神さん、おたくさんこう貼ってあるね、うん、はい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 。ロケット三兄弟、シャドウさん、 VF400、 うん、道楽大名ぜ、騒音規制かっこいいね。チームレーシングチーム騒音規制、センスいいよやっぱね、うん、まあこんな感じでいろいろありますね。あ道楽さんさっきもあったね、どこだ、どっかにありましたね。ツーリングクラブ栗浦ファミリーさん、全部横文字で読めないはい、あまた騒音規制さんありますね。愛車自慢さん、この方のね YouTube 見ましたね。たこ焼き屋のお姉さんがっつり映ってましたけど、はい、たくさんあります。ずぶ濡れおじさんです面白いね。おこれねいいじゃない、体力なくてもいいじゃない、息切れしたっていいじゃない、好きなことやって何が悪いのさ、だって G だもんこれ割り切りがウケるな。はい、まあ、あとなんだこれ KPJ 風道ピクチュレ、ちょっと読めない、ね、この番組は KPJ 風道の提供でお送りしました。あとでここちょっと QR コードをパチってやってチャンネル登録してあげます。はい、こんな感じで、はい、よいしょ。こんなのいるね、黒いね、この KP 風道ピクチュレス、あ、それピクチャチャージャパンかありますね。オレセンキュー。まあこんな感じでいつもライコランド来るとね、土日は美味しいたこ焼きをいただいてはね、ここに長い時だとそうだな11時ぐらいから閉店までだから開店から閉店までいる時あるんで、はい、もう素ですね私のね、うん、どうかすると長い連休あるじゃないですか、ゴールデンウィークとか10連休とかあったりするとね、もう全部来るん で申し訳ないけどお店には入ります、はい、しっかりお買い物もします、はい、そんな感じでいつもねここに来て仲間たちと楽しく戯れておりますってことでね、私の心の友ライコランド埼玉店並びにこのたこ焼き屋さんね、美味しいたこ焼き皆様立ち寄ってみてはいかがでしょうか。まあ平日はねいつもこんな感じなんですけど、もう土日になるとねモーターサイクルショー状態になるんで、いろんなバイクも見れるし、これからね、春シーズンになるんで、また今年何回来るかな、俺な。もうすでに今年明けてから、もう2桁は来てますね、完全にね。そんな感じで埼玉ライコランド上尾店さんから失礼いたします。